見てこれ。じゃじゃーん。マッサージチェア、買っちゃいました。じゃじゃーん。マッサージチェア、買っちゃいました。イエーイ。前にもね、マッサージチェアあったんだけど、もうかなりのボロボロだったんで、買い替えました。前回もそうだったけど、今回もパナソニックさん。パナソニックの EPMA39 っていうマッサージ機です。前のやつはね、もっとね、ごっつい、なんか、リアルプロって言っても、本格的なすっごいマッサージ機だったんだけど、あれは結構デカすぎたんで、今回はもうちょっと、こう、小型のやつでいいのがないのかなと思って探したら、まあ、これがいいかなってことで。パナソニックさんのね、もみって結構強いんだよね。それが好きでね、やっぱり、マッサージチェアはパナソニックかなって私は思います。で、これ、すごいんだよ。見て見て。すごい、コンパクト。これね、なんだろう、これほら、普通のさ、椅子みたいでしょ？で、これの、すごいところ。ほら、普通のとここの足がさ、ガツって出てるんだけど、これはね、しまってるからね、ほら。やるときになると、こう、ビビビビビビビ、こう、足を入れるところが、出てくる。ほらほらほら。ところほら、ほこり入っちゃうし。これしまえるって、これほんとナイスアイディア。こんな感じ。コンパクトでいいでしょ？で、こんな感じ。こうやって。これ、リモコン機。早速、やってみたい、と思います。リモコン機はまずこんな感じで、スイッチを入れます。自動コース、こういう風になんか揉みほぐし、ソフトさすり、お、そう、この19ってこれはね、位置合わせるので、これで自分のに、この辺でいいかな。で、 OK、おお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 お